大下うだる別荘の殺人1私はこれからある別荘で起こった事件の話をしようと思う私が新聞記者をやっていた頃私は編集長の命令で 無論男爵を偉い人だと思っていったわけではないこの人物は世間から主樹の悪行を言われていてとても尊敬のできるような男ではなかった欲が深くて悪辣で何一つ取り柄のある男じゃないが新聞というものは時としてこうした男でもつついて何かの種を拾い出す必要があるものなのだ がそこで話を始める前にこの江波男爵の別荘のことを少し説明しておこうこれは当時新しく建てられた別荘で M 県の外海に面した側の R という村その村外れにあったのだ R 村から少しばかり南へ行くとそこに大きな崖があった ついその付近まで押し迫ってきた一帯の急流がそこで不意に崖になり一息に深く青い海の中へ突き入っていたのであってもっともこの崖は見た目にはさほど険しくも見えなかった斜面全体がうつうつたる針葉樹や活葉樹の密林に覆われていたからなのだだから飛行機上からでも見下ろすとここはいくらか湾の形に入り込んでいたし 緑色の分厚な凹面鏡後でもスパリと断ち切ったその断面のように見えていたそしてその凹面鏡の軸に近く断崖の中途から下を切り払ってそこへ堆絶な絵江み断石の別荘が建てられたのだった断崖の上の縁から眺めると邸宅は恋か偶然か生い茂った密林のために隠されていたが これを海の方から眺めると誰でも妙にそぐわない感じを起こしたものだ透き通っている海の青さそれを静かに抱いている緑色の断崖そのいかにも和みきった風物の中へいきなり不格好な家ができたのだ欧風でもなければ日本風でもないどこかゆがんだ建物だった いやひどく醜い建物でね例えば海賊か密輸入者でも住んでいそうなところだよ行く前に私が一度ここへ来たことのあるという編集長に聞くと彼はこんなふうに悪行を言ったくらいだったこれはもっとも男爵がずっと昔アヘン密輸入事件に関係したことがあるその時彼は莫大な利益をむさぼりながら その事件が世間の明るみへ持ち出されると責任だけを巧みに相棒をしていた濃く人の良い老人に塗りつけてしまったその老人はすっかり世間の信用を落としかわいそうに自殺してしまったのに男爵だけはうまうまと訪問を免れた腕がすごいと言えば言うのだがつまり編集長はそれを皮肉っていたのだろう がそれはそれとしておいて事実この建物はあまりにも傍若無人なものだったのだ周囲の風物とも調和が悪くその建物だけについて行ってみても決して住み心地の良さそうなところではなかった長く見ていると胸の内がイライラしくなるようなものだった全体が異国風だということは確かだったが さてそれではいかなる建築様式だとも言えなかった少なくとも明るい近代式なところなどは絶無だった強いて言えば別荘の母屋にあたるすなわち崖の中腹にあった一角はインドのアジャンターという岩窟寺院にでも似ていたろうか重たそうな屋根と太い柱とでできていてだがアジャンター寺院のような壮麗さはなかった だからあるいはこれを巨石建築物のドルメンと見た方がいいかもしれぬドルメンというのはごく古い時代のものなのだが別荘の暗く垂れ下がった日差しとそれを支えている妙によろめき並んだ柱とが低く押しつぶされたような気持ちを起こさせるのだそしてこのドルメン式の母屋からは幅の広い高い階段が びっくりするほどの急傾斜でまっすぐに海岸へ下っていたつまり全ての建物の中でこの階段だけが幾何学的端正な直線を成していたわけでそこでこの階段がぐっと海岸へ降りたところにまたしても妙な建物があった砂地に這いつくばった出来損ないの砲台のようなものだった屋根が丸くて窓が少ない 並べるときりがない。とにかくすべてが着るいじみた建物だった2それは気持ちのいい初夏の朝だった私は前に言ったように新聞記者としてこの別荘へ海の方から行こうとしていた。 アル村で雇ったモーターボートの三好に腰を下ろしぐんぐんと近づいていったのだ波はあっても外海としてはごく穏やかな方だった美風が爽快に肌を撫でてくれたがそれにもかかわらず初めて見るこの別荘が私の目にどんなに奇怪なものだったかは言うまでもあるまい何もかも不調和で私は 編集長の言った悪行をそぞろに思い出していたステッキを小脇に抱えてまじろぎもせずに建物を眺めていたのだそしてそのうちふと海面の方を眺めた時私は何か知らずドキリとした青い海は彼方の環状領食の断崖の裾で岸をかむ波の白い縁飾りで限られている 今そのか飾りを踊り越えて一層の黄色いモーターボートが滑り出たのだみるみるこちらへ近づいてきてするとそれには白いヘルメットの下へ古風なフロックコートを着込んだ男がたった一人きりで乗っているのがわかるようになった非常に大きな滑腹の顔は真っ黒なあごひげに覆われた異常部だったそして異常部は 器用にモーターのハンドルを操って私のボートの行方を遮った衝突しそうなので仕方なしにこちらもエンジンを止めるそこで向こうから声をかけたのだいやあ誠に失礼をいたした君は男爵の別荘へ行かれるのかねその声は女のように細くて優しくて 大きな滑覆とあごひげとに対し実に変な対象をなしていた私はかの建物ばかりでなくここでは人間までがそろって変なのだと思いながらそれでも詳しく雷意を通じたその間男はじっと私を観察するように見つめていたが後に語ったところによると 彼は初対面の印象で私を相当信用してもいい人間だと考えたそうだ彼はやがてゆっくりとうなずいてみせたよろしいそういうわけなら早速私が君を案内しよう今日は男爵もなかなか忙しいかと思うがいや何も心配せんでいいだろうどうだねそっちの船は返してしまって私の船へ移っては 声の優しいのにも似ず言葉は案外乱暴だが私は向こうの言う通りにした二人の乗ったボートはすぐにその海へ大きな半円庫を描き始め二三分して岸へ着いたのだボートを乗り捨てた地点は断崖と海とに挟まれた幅の狭い砂浜だった頭の上へは 傘のように崖の密林が茂っていたそして別荘の正面階段すなわち例の議事放題まではまだだいぶ離れていた黒い砂をサクサクと踏んで私たちはその方へ進んでいったが途中で私は今自分を案内している巨大な男が実は江波男爵のお気に入りの建築技師だということや だからこの別荘も彼が設計したものだということを知ったそれで私はこのへんてこな建物をうかつに批評しないでいいことをしたのだ男爵が今何をしておられるかと私が聞くと男爵かね多分彼は海の底から近海の山でも拾い上げる夢を見ているのさ。 何しろここには男爵以上に金を欲しがる男がいてね。そいつが男爵の病気をしきりにお手伝いしているのだ。二人の黄金患者がいるのだよ。彼は吐き捨てるように言ったが、無論私にはその意味がよくわからなかった。すると彼がにやりとしたのだ。いや、しかし、黄金病ってものはどこにもある。 そしてあながち悪い病気でもなさそうだ。君は無論男爵のことを大体知っていてきたのだろうさあ、あまり深くは。はあ。深くは知らないというのかね。結構だ。ご職業柄そういう曖昧なことを言うのはいいさ。が何しろ世間では男爵のことを貪欲な男だと言っているね。 背筋主義者だと言っているね。密輸入者だとも言うそうだね。ええ、そんなことを聞いてもおります。がそこで、君はどう思う実を言うと僕などは男爵も男爵だが世間の奴らだってデタラメだと思う。奴らは何が故に背筋主義者を癒しむべきか知らないのだ。いいかね 金を集めることも一つの趣味だぜ。ある人間にとっては芸術が大きな慰めだし、ある人間にとっては黄金が大きな慰めなんだ。だから、たまたま男爵の趣味が黄金だけにあったというのは、必ずしも悪いことではないだろうが。ははは。どうだい君は僕の説に賛成せんかこれは今でも思うのだが。 この男は決して物をまっすぐに言わない男だった。どんなことでも妙にひねくれて言ってみる。そしてそのくせに案外簡単な男だったのだ。変に理屈っぽいことを言っても、それがただ何か言ってみなければならないから言うのだという風うな男だった。が、私はその変な理屈ですっかりうんざりしてしまったのだ。 そしてそのうちに例の疑似放題の前へやってきたところでさっき言った黄金病患者を紹介しようこれが奴のラボラトリーでね男爵よりはこやつの方が面白いかもしれない建築屋は先に立って私をこの建物の中へ案内したドアを開けるとアリュー酸や塩素の匂いがプーンと鼻をついてきたのだ 3疑似放題が実は研究室であると聞いて私は幾分がっかりした外観はすこぶるキーだが内容は案外平凡だと思ったのだがその研究室へ入るや否や私は再び面白くなってきた研究室の主人というのがなるほど変わった男であるらしいのだ 白い上っ張りを着ているところは明らかにその男が科学者か何かであることを示していた。が彼はミイラのように痩せこけていて、そのエモンタケのようにシャチホコバッ肩の上へ、壁よりも青ざめた色の頬のしゃくれた顔が乗っていた。尖った鼻に強度の金眼鏡をかけている。部屋は一方の小さな窓際に様々なガラス器具や計量器などが並べられ、 それと直角の壁に沿って薬品戸棚やモーターや不格好な廃棄室などが備えられたひどく薄暗い部屋だったその中央で彼は今二人の来客があるのにも気づかぬ様子奇怪な形の炉の前へしゃがみ込みしきりに中を覗いていた建築家は私の耳にひそひそ声でささやいたどうだね この男が元は相当の学者で今は哀れむべき黄金鏡にかかったやつだよ。こやつはこの付近の海底に素晴らしい黄金の鉱脈を発見したのだ。そしていよいよ今日は男爵を連れてその海の底へ鉱脈を見に行くそうだ。見たまえ、あそこの隅に二着の潜水服が置いてあるだろう。あれは奴の考案になったもので いうところでは素晴らしく深いところまで潜れるようになっているんだ建築家はやがてその大きな体を猫のように静かに科学者の方へ近づけていった途端に科学者も初めてこれに気づいたらしいひらりと炉の前へ飛びのいて建築家の胸をぐイッと押したそしてその痩せ細った体にも似合わずひどく大きな声で怒鳴り散らした うわ、貴様いつの間にここへ入ってきたのだ今日は来てくれるなと言ったじゃないかそうそう、そんなことを言ったっけねと、建築家は平然と答えた。だがまあ、そう怒るものでもないよ。君はいよいよ今日、男爵と一緒に海の底へ潜るのだろう男爵も首を長くして、その準備のできるのを待っているはずだ。ふ、うん。 そううまく行けばよいが。行かなくってどうする明日から僕は百万長者になってみせるぞ。そうか。慣れたらなるも大いによかろう。がところで実はそれ以前にこの新しい友人を君に紹介しよう。これはね、有名な探偵なんだよ。探偵と科学者が叫んで飛び上がった。 が、それよりも私の方が驚いた。探偵じゃありません。新聞社のものです。私は言ったが、建築家が承知しなかった。おや、君は嘘を言うねさっきは探偵だと言ったはずだよ。いや、そんなことは言いません。A 新聞社から来たと言いました。はは <laughs> そうかい。ははは。 と建築家は笑った。じゃあ僕が聞き損なったのだろうがまあどちらでもいいではないか探偵というものは殺人犯なんかを一生懸命に探し歩いているものなんだし新聞記者は変わった事件をこれまた一生懸命で探し歩いているものなんだどちらにしても探偵さおや君はそこで何を焼いているんだね この時炉の中では手紙の束や何か日記帳らしいものがメラメラと燃えていたのである科学者は慌ててそれを炉の奥深く押し込んでしまったはは <laughs> そうして奥へ突っ込んでしまってはは <laughs> 君は何を焼いていたのだな何を焼こうと僕の勝手だ君の干渉はお断りするなるほどなるほど 干渉しては悪かったね建築家は案外素直にそれ以上深く追求しようとはせずがその代わり私へ向かって話しかけたどうです君この男はなかなか変わっていて面白いだろう元はこんなんじゃなかったのだがこいつはね56年前に崔君を亡くしたそいつが甚だ奇妙な死に方だったというわけなのだが それ以来、こうしてひどく妙な男になったのさ。すると、科学者がたけりだった。黙れ黙れ貴様何も余計なことを言う必要はあるまい余計なことでもあるまいさ。僕はこの人にできるだけ詳しく主婦のことを紹介しようと思っているんだ。が、君のサイ君の話をすると何か困ることでもあるのかね 科学者は答えなかった。それ見たまえ。こう言われると君は返事ができんのだ。君はかつて、あのサイ君のことは何も考えていないと言った。シガにもかけていないと言った。かわいそうなサイ君だよ。僕ですらそう思うのに、君は何ともないような顔をしている。はははは。ところが実は、 顔だけそんな顔をしていても、腹の中じゃそのことばかり考えているのさ。だから僕がちょっとでもサイ君のことを言い出すと、それその通り顔色を変える。えどうだねそうじゃないと言えるのかね科学者の眉はこの時痙攣的にびっくりと動いた。ふんなんとでも言え 女房のことなどを君がいくら言ったって構えしない。僕はなんとも思っていないんだ。僕の今考えていることは黄金だけだ。女が何だことに死んだ女がどうしたと言うんだ。金がありさえすればいいじゃないか。さあ、何とでもそこで行ってみろ。というと、ここで今全く事情を知らない人のいる前で、 く君のことを詳しく言ってもいいというのか何も困ることはないのだな4突然会話の筋が妙な方向へ移っていって私はその時少なからずあっけに取られたものだった建築家は私を枷に使って 無理やりこんな方へ話を持っていったように見えただがそれは果たしてどういう意味であったのだろうそれからしばらくの間次のような変な会話が続いたのだまず建築家がまるで私の存在を忘れたようにひどく力を込めて念合をした「じゃあ言うぞ!い<や>」「言え!」と科学者が答えた つまり僕は君が内心サイ君のことばかり考えているというのだぜ。いいかいあのサイ君は君にとって実に大切なサイ君だった。そしてお互いによく愛し合っていた。がそこで君は当時非常な長わずらいをした。生きるか死ぬかというような場合だった。君は貧乏で、 その間、サ君一人が苦労していた。ある会社へ勤めて働きながら、一方では世の目も寝ずに君を看病した。だが、そうして君がほとんど二年ぶりで元の健康を取り戻すと、今度はサイ君がたちまち自殺した。そしてしかもその自殺の原因がわからなかった。 自殺か他殺かという説もあって世間でも相当噂になった。どうだこれは間違いじゃあるまいね。その通りだ。が、何の必要があって君はそんなことを言うんだ僕は今になって何もあの時のことを思い出したくない。そして事実忘れてもある。そうさ。無理に思い出せば。 当時の僕がひどく貧乏だったということだけを思い出すよ。そして、その貧乏な君は、サイ君のおかげで生きていたようなものだ。サイ君はよく稼いだね。君の病中をよくもあまでやってきた。サイ君がいなかったら君の病気は治らなかったね。そうじゃなかったかね。そうかもしれん。なあ,あ。 病気が治らなくて死んでしまってもよかったのだ。建築家はかすかに探索した。そうだろう。君がそういう気持ちは僕にもわかる。が、そこで君は、サイ君の自殺後一年余まり、どこへともなく姿を消した。だから世間では、サイ君を君が殺したのではないかと言い出した。 自殺の方法が少しばかり変だったのだ他殺とは言えないまでも誰かが自殺を手伝ったようにも見えたのだここで断るがこの会話の間に自然と分かってきた科学者の経歴は私にとってかなり意外なものだったというのが私は T 大学の出身なのだがその私の学生時代に実はこの話を聞いていたのだ 私は法科の学生だった。だから詳しいことは知らなかったけれどそれにしても言われてみれば覚えがあった当時校歌に素晴らしく頭のいいしかしわずかな冒険しかもらっていない講師がいたそしてその講師の崔君。それは何でもある会社の秘書か何かをやっていたそうであるがその崔君が自殺した すると他殺だというふうな噂があってその嫌疑のために夫たる講師が取り調べられた結局証拠不十分として免訴となったのだが今私はそれをおぼろげに思い出したことなのだそしてこの2人の何かしらまだ奥底に意味のありそうな会話に聞き入っていると科学者は目に見えてイライラした表情になった 分かった。もうたくさんだ。と彼は言った。僕には君が何を言おうとしているか分かってる。君がそこまで知っているなら何も無理に隠そうとは言わん。がもう、何にしても干渉してもらいたくない。僕は僕の思う通りにやるのだ。早くここを出て行ってくれたまえ。建築家はすると、ちょっと悲しそうな顔をして、 しかし別に何も言わなかった何と思ったかそっと僕の肩をたたいたえというと彼は黙って私をこの妙な建物の外へ連れ出してしまった外は相変わらず初夏の日がキラキラと輝いている海岸だったさっきよりも幾分か波が荒くなってその重なり合った波の先に 広い海が金星色に霞んでいる彼も私も海の彼方をじっと眺めながらしばらくの間佇んでいた建築家は建築家で何か一心に考え込んでしまったし私もちょっと何も言う気になれなかった5 一体これらの人々の間にどんな秘密があったのか多分読者諸君もうすうすとお分かりになったであろう私もこの時だいぶん事情がのみ込めてきたと言ってまだはっきりとは分からない変にもどかしい気持ちだった建築家が後に言ったところでは彼はこの時私に全部説明してくれてもよかったそうだ 無理に隠す必要もなかったそうだが彼は今言ったように何事か一心不乱に考えていた色々に思い患っているように見えたそしてややしばらくの後にようやく何か言おうとしたのではあったがするとこの時事件の方が先にやってきた彼は何か言おうとした時ひょいと背後を振り向いてあ と軽く叫んだ続いてまた「男爵だ!」と言ったそれで私もすぐにそちらを見合ったのだするとその真正面には滝のように滑り落ちた大階段が見えそのはるか上に別荘の母屋が見えたそしてかのドルメン式な建物からは 今しも一つの白い人影がふらりと現れたところであったそれは昼に近い日をまともに受けて眩しいくらいに高い場所なのだがその影は何か白い部屋着のようなものを身にまとってそのひだをひらひらと風になびかせているさあいよいよ男爵がやってきた君君はここにいてくれたまえ僕はちょっと行ってくるから 建築家はあたふたとこう言って研究室の方へ立ち去った。私はすぐに彼が科学者のところへ何か言いに行ったのだと思ったが、しかし言われたままにじっとそこから男爵の姿を見上げていた。そしてこれがなかなか興味ある見物でもあったのだ。なぜといって男爵はこの時階段を悠々と折りかけていた。 その階段は白い大きな御影石で畳んであったそして高い空からまっすぐに降ってきた巨大な柱がすっくと大地に突き刺さったように全てがゆがんだ建物の中で機体に一直線を成した階段だった一番上の23段には傍らの風変わりな石門の影がくっきりと落ちて男爵がそこへ立った時 彼の体は右肩から左の脇腹へかけて鮮明な影の斜線で断ち切れてしまったそしてまたたちまちその全体がみなぎる日光の中へ現れたが5段6段そのままに彼は降りてきてするとその時ひょいと足を止めてしまった私ははっと息を詰めたものだ男爵は両手でさっと目を押さえた そして再び階段を降りようとしたが私は今やはっきりとある危険が彼の身に迫っているのに気づいた男爵の2本の足はまるで水管のようによろめいたのだそしてそのよろめき方は次第に激しくなっていった両足が代わる代わる宙を泳いで同時に上体が激しく揺れた たちまちま何かしわがれた叫び声が聞こえてきた男爵の体が続いて私の目の前へ真っ逆さまに墜落してきたのだ私が第一番にそこへ駆けつけて行きそれから建築家と科学者とが飛び出してきた私たちは呆然とそこへ突っ立った男爵の頭からは 真っ赤な血が泉のように噴き出していたみるみる底の砂地が血を吸っていった階段の御影石は見るとその一つずつがくさびのように尖った角を持っているその角が墜落してくる男爵の頭へぽかりと穴を開けたのだ白昼の夢のような光景だった どう手を下していいかわからなかった。私は頭の芯がツーンと痺れた。最初ここを訪れた時からして何か妙な感じはあった。そしてそれがとうとうこうした形になって現れたと思った。男爵はそうして私たちがぼんやりしている間に そのものすごいうめき声をだんだんと恐らしていったのだ6恐ろしい白チームからようやく我に帰った私たちがそれからどんな処置をとったかこれは煩わしいことだから詳しく言うのをよしておこう。 研究室には電話があったのでこの陳事はすぐに母屋の方へ知らされた母屋から二人の書生を真っ先にして数名の歌人が例の大階段を降りてきたその時私はまた誰か落ちはしないかと思ったが幸いそんなことも起こらなかったやがてル村から医者も駆けつけてきたがもうその時は り見込みがなくなくっってしまった男爵は思いのほか大きな怪我をしたのである頭の傷ばかりでなく首の骨を折っていたもうどうにも助けようがなかったのだ明らかに過失としか見えなかったそれから後しばらくして私と建築家とは男爵の死骸を母屋へ運び込んだのち どちらから誘うでもなく、あの正面階段のところへ来た。実に高い。目がくらむようだ。がそれかといって、めまいがして落ちるほどのことはない。私は男爵の墜落したのが不思議でならなかった。その時はもう午後の三時ごろで、太陽は断崖の彼方へ入っている。 私はその弾崖を背にして階段の上にたたずんだどうしたのでしょう私はとうとうこんなふうに言って建築家の顔をのぞいたというのは男爵墜落の原因かねと彼は素早く私の問いの意味を返したそうです僕は何か意味のあるように思うのですが「おいにやるさ と彼は無造作に答えた。が、そのことより先に、君は、あの研究室にいた男をどう思う何か、深い事情があったのだと思います。その通り。あの男はね、男爵を海の底へ連れて行って、そこで殺してしまうつもりだったよ。 あいつはサイ君の仇討ちをやろうとしていたのだ。金衡を発見したとか、金が欲しいとか言っていたのは皆嘘だ。彼のサイ君はね、彼がかつて長い病気をしていた頃、ある会社に勤めていた。だが、それが実は嘘なので、サイ君はここの男爵のおめかけだった。夫の病気を治すために、 昔だって今だって結局のところは同じことだ。サイ君は身を売って金を儲けるより他になかったのだ。あいつはついにそれを知って、サイ君を殺した。いや、あるいは、サイ君が告白して自殺した。死にきれないのを彼が手伝って殺した。どちらにしてもいいことだが、その後彼は、 一心にそのの復讐を計画したのさ。すると海の底で殺そうというのを突然計画を変更したというのですね先回りをして行ったつもりだったが彼は激しく首を横に振ったところがそうでもないんだよ最初から言おう僕はさっき君と2人で研究室へ行った時あの男と妙な議論をしただろう。 僕はねあの時一方には彼が果たしてその計画をしているかどうか確かめようと思ったし他方には彼のその計画を中止させようと思ったんだ君という人間の前であれだけのことを言っておけば男爵が妙な死に方をした場合その嫌疑がすぐと彼にかかることに気づくはずだ彼もそれを思えば迂かに実行することはできぬはずだ ああしておけば、彼は少なくとも容易に男爵を殺せないだろうと思った。なぜですどうして計画を変えさせたのです変えさせたのではない。中止にさせようと思ったのだ。つまり僕自身、だいぶ迷っていたのさ。私はこの彼の言葉がちょっと何のことだかわからなかった。彼は次のように説明した。 というのはね、実は僕も男爵を殺すつもりでいた。そしてなかなか決心がつかなくて一日一日と伸ばしていた。しかも僕のやり方の方が彼のよりずっと巧妙でいて、でも、思い切りがつかなかったのだ。それで彼の計画もできるだけは中止させてしまおうと思ったのだが、 さっきの様子では彼はどうしても実行すると思った。無茶だよあいつは。まるでめくらめっぽうなことをやろうとするのだ。謝って奴まで一緒に死んだら損じゃないか。仕方がないからね。とうとう僕も決心したよ。じゃあ、あの墜落はあなたがさせたことなのですね。そうともさ。 一が僕は男爵がこの別荘内であらゆる危険に身をさらすようにしておいたへんてこな建物にしてできるだけ気をイライラさせるようにしておいたがそこで仕方なしに僕が使った手品の種は古いやつながこれなんだほら男爵が墜落の前にしきりとまぶしがって両手で目を押さえたろうが彼が出してみせたのは 丸い鏡であった私もかつて同じような手段で人を殺した話を聞いたことはある鏡で日光を反射させて人の目をくらませるという方法なのだ私がその鏡を手に取ってみようとすると彼はポイと立ち上がった私はもう何もかも分かったようだがたった一つだけまだ説明されていないことがあるのに気がついた 待ってくださいしかしあなたはなぜ男爵を殺そうなのと思っていましたそれはね僕の父親が元はやはり黄金病にかかっていてあの男爵と一緒に金儲けをしようとしていたそしてその終わりがアヘン密輸入事件で自殺したというわけなのさ 何の興奮後も感じないように言った建築家は、そこで勢いよく階段を降りていった。と、ちょうどその時科学者が研究室から出てきて、二人は何事かしきりに話し込んでいた。やがて建築家は海辺に立って、ブーンと鏡を沖へ投げた。きラリと光って、鏡はその波間に飲まれていった。 話はこれで終わりである。二人がその後どうなったか。私はもう長いこと消息を聞かずにいるのだ。